でそれがやっぱり一律に送りつけたということなんですよ。だからまあ私としてはやっぱり普通そのまあ、いろんな事故を起こした方だと加害者とするならば謝罪するわけじゃないですか、一人一人に。そうですよ、一人一人ってやっぱり謝罪をして、でこのような補償を進めますがいかがですかと、はい、いうふうに個々に回るというのが常識の判断ですよね、手順がおかしいよね、それをただ送りつけた後は説明会に来なさいですから、あ、説明会に来なさいなんですか。そうです、説明に来るんじゃないんですか、家に。いや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 、多くのところはもうだからそういう説明会の会場をもう設けましたのでそこに置いてくださいということですから。あのラジオネーム鍋焼きうどんさんという方がねくださってるのは、どうして加害者が指定する書式で被害者が請求しないといけないんでしょうか。う言われてみたらその通りですよね。で例えば弁護士に被害を受けられた方のことを代理で請求させて、その弁護士費用は国が負担するというのは形は取れないんですかねって。まあ、その処理としてそういうことも想定しててね、そのパネルっていうのがその請求の中でなかなか当然と折り合いがつかない場合には、はい、そういう処理方法もありますよということはあるんですよ、ただじゃあ自分がそういうなかなかね、一般その被災された方が弁護士さんのところに行って相談するとか、そんな力、であとその国にそのいろんな弁護士費用を請求するといったとしても、はい、それやっぱりね、70とか80度を引き継いでくださってる方とか、圧倒的に今やっと仮説に移ってね、落ち着いたかなと思う方に、それやっぱり酷な話だと思います。根本さんもこの農業の被害だけについても少なくともこれ確か作付けしてらっしゃらないんですよね。食べる分だけで、で、まあ、さっきの除染の話でしたけどね、まあ、いくらかの希望も持ちたいと思って、まあ、ひまわりを植えたわけですよね。どうでした。あ、もうほとんどすいませんね、これを今結果でいろんな。ひまわり植えても放射性物質すいませんか。すいませんね。ああ、そうなんだ。綺麗には咲きましたが、なんとなくその後しおれた感じを見ると気持ちも萎えますよね。いやー、今の笑われたのはもうどんだけの気持ちかと思いますね。ただやっぱり、まあ、そういう沈んだりね、まあ、はい、そういう気持ちの中での整理もなかなかできないところありますけど、ここで生きていかなきゃいけないですから。だから、まあ、セシウムとね、付き合っていくしかないわけですよ。そういう思いになりましたか、セシウムと付き合っていかなきゃしゃあないと。付き合っていくしかないですね。で、それを、そうすると、それは消費者に対して、やっぱり土壌もきちんとどれぐらいの線量があったり、どれだけの汚染されてるかってことをね、逐一測りながら、で、それを消費者に情報も提供しながら。で、誤解されてるのは、そう、福島県内のものは全て汚染されて、ほとんど食べるものには汚いんだというような、いろんな報道もされますけども、まあ、それは確かに、汚染されてることは確かですけど、さっき言いましたように、作物が、その食べ物が本当に全て放射性物質で、本当に汚染されてるというのを別に考えていただかないと、まあ、私たちはだから、なるべくだから放射性物質が入られるノーデータのね、確かに検出限界がまあ20ベクレル以下ってことでもあるんですけども、まあ、それはやっぱ懸命に、だからそこで、まあ、消費者に食べ物届けるために、安全なもの届けるための、まあ、努力っていうのはやっぱり、これからずっと必要になってくるだろうと考えます。近藤さん、根本さんの話聞いていかがですか。それと、やっぱ国が買い上げるべきだっていうお話、これを実現するのも相当な力いるでしょうね。本当にもう国自身が、やっぱり、我々考えてますけども、確かに東電が責任ありますけども、うん、今度の支援の枠、損害賠償の枠組みの中で、仮払いってのありますよね、国が仮払いすると。はいはい、で、これもこの観光業に限るで、その 20% 足は切るし、うん、かつ、ひどい話が、はい、東電が払うものよ、払ってもいいよといったものだけ払うんですよ。え、どういうことですか。ですから、まあ、我々がもし、まあ、損害賠償で100万円を国に仮払い求めますよね、はい、投票被害でだったとよと、うん、そしてそれを当然聞くわけですよ、これ払っていいかって、うんうんうん、国が聞くんですか。そうですよ、国が当然が決めるんですか。そうですよ、払っていいかどうか。当然がいいよと言ったものだけ仮払いするわけです。あ、そうなんですか。
だから東電に決める権利があるんですか。そうです、東電が加害者ですやん。そうなんですよ。だからこの仮払い法案というのもね、もう笑っちゃいますよ。だからだって、あの支援機構の中で国が金スポンサー、大スポンサーになったわけですよ。あなたと潰さないよということで、東電を潰さないよと、はい、それをまず決めちゃったんですね、国は。決めちゃったわけですよね、はい、それも間もなく動き出しますけどね、うん、だからもう東電は今、だから大船なんだに乗った感じだと思いますよ、これ、いろんな形だったとしても、うん、最後は国やなんかが払ってくれるんだなと、うん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 、でそこにね、仮払い法案があった中で、それ払っていいですかって、うん、国が東電に聞くなんていうね、うんうん、根本さんご自身にも仮払いは今は。いや、まだ請求してませんから、私どものそういった避難区域以外の事業者の場合のそういう請求書は、だから本当、9月27日だったのが、10月初旬になると、うん、この中でもね、これ、我々のやっぱりいろんな世論の押されて、そうでもだと思うんですけど、同意書ってのあったんですよ。はあ、同意書、もうこれで請求が、はい、きちっとこれで OK だったら、あとは文句言いませんっていう同意書なんですよ。一回請求したら、もうこれ以上は請求しませんよと、同意しなさいと。それもついてたんですね。取ろうとしてたわけです。はい。でそれはさすがに、まあ、批判が高くって、ね、それはさすがに引っ込めたんでしょ、東電も。そう、そうやって言い返すとなかった。だからやっぱり世論が後押しをしないと、皆さんのその賠償さえまともに進まないってことですよね。明日ですか、東電への抗議を要求する行動をなさると聞いてます。明日東電の方たちに来ていただいて、やはりそういう実態をやっぱりね、はい、知られてる、そのいろんな、マスコミでそう、いろんな形で報道はされてますけども、その実際の避難された方とか、それを書こうとした人がどんな思いかってことはね、やっぱりきちんと東電にやっぱり我々伝える必要があるだろうと考えたと、はい、ぜひこれは多くの方に伝えていただかないと、私たちこっちでわからないこともいっぱいありますので、またお話を聞かせてください、はい、どうもありがとうございました。はい、どうも、はい、ありがとうございました。福島県農民連事務局長根本聡さんでした。